キチャンネル。こんにちは。こんにちは。さあ、今日はですね。はい。あ、もう歌うって感じですか。はい。じゃあ早速。いいぞ、頑張れ、ドラゴンズ。燃えよドラゴンズ。はい。そう、でで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 、でで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 、いいぞ頑張れ。そこしか勝ち出てこないんです。いや、ツバメ倒して男、竜がなんとか勝ち進むだよね。はい、あの5球団全部あるからね。はい、え、あのその相手のだから、ツバメがヤクルトでしょ。ああ、うん、入ってるってことですね。そうそうそう、うんうんうん、ベスターズカープ、あとパリーグバージョンもあるんだよ。え、そうなんですか。そう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 。え、知らなかった。あ、本当だ。2番がそうだ。あれでしょ。獅子を捕まえて。獅子を捕まえたかお借り、猛牛鳴らして海を越え、北の闘志も犬は死も、竜がねじ伏せ日本一って。勝ち進めんやってる、こっち。いいぞ頑張れドラゴンズ、もうええよドラゴンズっていう、なんかこの歌、なんかいいぞ頑張るところすごい好きなんですよ、ね。うん、だってあのロッテ海を越えたからね。カモメ入れてほしかったね。そうですね、カモメに。そうです、海になってますね、うんうん、海越えたらもうマリーンズですからね、うん、はい、そうだね、はい。まあ、ということで、はい、今日は中日ですけども、はい、今日はですね、ドラゴンズもいい選手がいっぱいいるんで、うん、トレードに出してあげようかなと思ってます、はい、勝手に、はい、フィクション上で、はい、はい、第1回、うん、トレードに出してあげた方がいい選手、岡田敏也。あー、ドラフト1位です。岡田投手、はい、でも今シーズンも投げてますよ、ちょこっとね、はい、2軍でも7試合登板、1勝4敗、防御率 3.54 だけども、うん、まあ今、うん、ドラゴンズの先発で言ったらね、はい、だって王の、うん、柳投手、柳でしょ、うん、いっぱいいるからね。そうなんです、はい、高橋宏斗投手とか、うん、今誰投げてんだろうね、なるよね。あの言った選手もう今ローテーションじゃないよって言われるのが怖かった。最初8人で回すって言ってましたからね。そうそう、岡野とかね、はい、福谷とかね、うん、うん、小笠原ね。あ、そうだそうだ、うん、小笠原、柳、高橋、王の、福谷、岡野、松葉、勝野、松葉投手ね、っていうところだね、うんうん、っていうところでもうちょっとほぼほぼで、リリーフも田島、谷本、ロドリゲス、祖父江、清水、マルク、うん、藤島、わお、どういうこと、うん、で、ライデル・マルティエスっていうね、うん、まあ、清水がね、今年いい形してここまで来てるし、はい、福も今2軍だからね、はい、そういった意味では、で橋本もいるしね、うんうん、ちょっと岡田もね、そうですね、今ちょっと、もうチャンスが少なくなってきてんじゃないのかっていうところで、うん、まあ、ここトレードね、まあ、先発もリリーフもできるし、はい、まあ、いい形でね、先日も9回91球7安打5三振、1四球3失点と、うん、っていうところに2軍での成果でしたけども、まあ、ワンチャントレードで出して新天地でっていうところは面白いんじゃないのかなっていう、ね、そうですね、先発ちょっと足りないよっていうところとかもいいかもしれないし、そう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 、で、うん、リリーフでもね、はい、あの元々リリーフだったからね、はい、使えるからね、うん、で続いてがこちらです。はい、誰だろう誰だろう、福田信正、まあ、今年ね、まあ、4試合しか出てないっていうね、はい、まあ、昨年110試合でホームラン8本出てましたけども、はい、まあ外野がね、レフト、アリエル・マルティネス、はい、センター・大島、ライト・岡林、うん、でそこに鵜飼ね、うん、でまあ、代打の福留っていうところがいて、うん、で今、加藤翔平が一軍なんだけども、もうちょっと、アリエル・マルティネスが外野で、はい、で岡林、大島、うん、ちょっと、そうですね、ちょっともう、うん、レギュラー争いに敗れちゃったんじゃないのかなと、今、33歳です、はい、ちょっとこのままいても、うん、っていうね、はい、ところもあるんで、うん、ワンチャントレードで一気にっていう、はい、っていうところもね、だとあと石垣ね、内野手なんだけど、これ右ね、今2軍で結果しっかり出してんだけども、はい、まあ、23歳若いっていうところでね、うんうん、そう考えてもちょっと福田がねキャラかぶりするのと、はい、まあ、あとはちょっと年もあってね、うん、チャンスかんで、あと平田もいるしね、うん、ちょっと今トレードに出してあげてもうワンチャン頑張れるんちゃうかっていうね。そっか、石垣選手とか10個下になってくるとね、うんうんうん、ちょっと考えてもいいんじゃないのかなっていうところはね、うんうん、はい、感じますね、はい、そしてもう一人、はい、発表します、はい、ドゥルル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 じゃん
強打。強打選手は全然なんかまだまだあれじゃないですか。うん、でももう今三つまたいいのよ感じが。もう最近出てきましたからね、うん、すごく。で水脇も代打で頑張ったりとか、はい、ちょっと強打でちょっと立浪監督の激励に触れて、はい、今二軍で修行中っていう中で、はい、ちょっとあのなんかね立浪監督あれでしたもんね、プレーなんかやる気みたいなものをそういうところ増えてね、うんうんうん、まあ、ここからね、はい、反骨精神ないけど頑張っていかなきゃ強打はね、うん、いけないと思うんだけども、はい、ワンチャン、うんっていうのも新天地でって、はい、そうですね、いい選手取れますよって、うん、まあ、今立浪監督はこうもうちょっとこう若い選手を使うってなってきた、うん、しかもまあ三ツ俣とかいいところで打ったりね、はい、結構頑張ってるしね、うん、だから右の三ツ俣左の溝脇みたいなね、はい、で、あの、まあ、石川がね、うん、サード行けど怪我して、はい、高橋上沢って阿部もいてっていうね、うん、ところではちょっとこのまま二軍暮らしになっちゃうかなっていうんで高松もいてね、はい、強打選手どうですか、 どこの球団、おロッテでっていうのはちょっと中日あるね、ありますね、うん、カットタック来てるから、はい、あ来てもそうですね、で足もあるでしょ、はい、好きそうだね、はい、ロッテ守備もすごいちゃんとして、うん、ロッテある、ね、ありますね、うんうん、そう考えるとね最初のね動画見ていただいたら、ねうん、ちょっと、うんうん、そうだね、はい、あいいそしたらオスーな外国人取ってきてもエチバレー外して強打、はい、はい、あるね、ありますか、うん、需要は全然ある、うん、中は全然ないですね、うんうん、そういった意味ではこの岡田、福田、京田、はい、まあ、このタトリオ、タトリオですね岡田、福田、京田、うん、はい、まあでもまだまだ頑張れるしね、チャンスがあったら他でね、レギュラーとしてでも頑張れると思うんで、ね、はい、岡田はワンチャンチームを変えてても、はい、ちょっと自分の役割分担できるところにいるとフィットするかもわかんないからね、はい、そういった意味ではちょっと、いやドラゴンズも若手のね、うん、台頭が結構良くて、はい、そこら辺が頑張りもあって、うん、カチカチちょっと埋まりつつあるからね、はい、そういった意味でもそこからちょっとずつ外れていってる選手っていうのは、うん、そういったところでまだ別にねあの頑張れないわけじゃないんで、うんうん、しっかりここから新天地に向けて頑張って、あとはチームが足りないところをそれで取ってくるっていう部分ではね、うん、非常にワンチャン面白いんちゃうかっていう、ね、そうですね、うん、しかもまあ監督が変わったタイミングでですからね、うんうん、でまあ辰巳さんも長いでしょうしね、うん、はい、そういった意味ではまあそういうのも俺ありかなと思いますけど、皆さんどうですか、どうですかね、はい、ということで、はい、最後に、うん、ドラゴンズの応援歌でお別れしましょう、はい、はい、じゃ あの私のもう好きなところから、はい、オッケー、いいぞ頑張れドラゴンズ、辰巳ドラゴンズでしょ